はい、皆さんお疲れ様です。今回ですね、パジロミニ、こちらのですね、デフオイル、これをね、交換していきたいと思います。で、冒頭でね、ちょっと録音、映像こう流れてたと思うんですけども、デフのね、こう、シャラシャラという音がこうずっとね、このパジェロミニしてるんで、もしかしたら、その音も、オイル交換で治るのかなというところで、ちょっとプチレストアみたいな感じになるんですけども、ちょっとねその辺のメンテナンスをちょっとしていきたいと思います。動画ではねちょっと音が聞き取りにくいんですけども、変なね音ずっとしてるんで、これがオイル効果で治るかどうか検証していきますんで、どうぞ最後までご覧ください。デフオイル買います。サビサビ汚いね。こんだけ長いのといけるよ。これは24mm、 一応メガネとで、ショックハンマーのやつな、これぐらいだったらいけるかな。あとはバッカンと、はい、じゃあ行きましょう。上から試してみて、実はこれは強気あれの方がいいかな。そうなの、ああ短いかな。ちっちゃいですね。踏んでんの？そのこっちに置いてるか、そこで、はい、ほなあと下も取れんの。ちょっと待ってください。うわ何ですか、ちょっと見せてください。そこをとりあえず入れておき、うわうっそ、もうこれ見てこれ、ちょっと持ってこよう。いい、はい、置いてプン。もっと綺麗にしてる。はい、綺麗になりました。いい、汚かったね。ドレーン60。
これは、あんまり臭くない。じゃあ入れよう。入れて、もういいじゃん。いい。オッケー。やばい。はい、ということでオイル交換ですね。デフオイルの方交換完了いたしました。オイル交換自体はねそれほど難しいもんではないんで、まあドレンボルトさえ外れればできるかなと思います。あとちょっとねオイルを入れるのがちょっとやりにくいんで、延長のねノズルみたいなのがあればこうやりやすいかなと思いました。それでね効果の方なんですけども、オイル交換後の方が音がねちょっとねうるさくなったような気がします。なんかねちょっとよく分かりませんけど、一応ねでもオイル交換したんでねちょっと安心感はありますね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。